皆さんこんにちは、第一電化社の上松です。さあ今 SCAJ 3日目でして、はい、まあこんな感じでやっております。今日は奥平バリスタも来てくれてます。横から勝手にこうね入っていくスタイルで、はい。では普段ですね、 YouTube に出てるのは私たち東京のチームなんですけども、まあ今日は本社のチームもかなりたくさん来ているので、まあ今ちょっとここにいるメンバーでですね紹介をしていきたいと思います。まず本社営業部の小屋和樹です。よろしくお願いいたします。はい、まだ新人、はい、新人というかまだまだ本社の中でも一番新しい営業部の、人間です。子供今年だよね。はい、そうです、はい。なのでかなりお菓子とかすごく詳しくて、休みの日はお菓子巡り、なんか食べ食べ、そうですね、パティスリーとかカフェ巡りとかよく行きます。はい、なので本社、彼は本社の担当なので、まあ、もし今後マシンと相談される方とかお菓子のこととかは、彼に聞けば何でも教えてくれると大丈夫です。頑張ります。頑張ります、はい。ということなので、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。はい、次、同じく本社営業部の松本優です。はじめまして、第一電化社、もう大きい声で、はじめまして、第一電化社の本社店長の松本裕介です。10年以上現場でバリスタとして働いておりまして、まあ店長やってたりとか、一応ラテアダの大会とか世界大会にも一応行ったりするんで、本社の、まあ例えば西日本の方とか、まあマンツーマンのセミナーとかも未経験の方がゼロベースで始めて、まあ、3日間とか5日間とかのセミナーである程度カフェで自信を持って提供できるようになるようなセミナーの講師もさせていただいているので、またご相談いただけたらありがたいです。はい、ということで松本店長ですが、本社のチーフエンジニアの大違い正俊です。はい、大違いです。はい、マシンの修理から、そういったものを、もちろん技術部のチームは持っているんですけども、皆様のその、マシン購入後何かトラブルがあった時に対応してもらってます。皆さんいつもありがとうございます。何かありましたらご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。最後、大ボスでございます。専務取締役上田壮太です。おはようございます。第一電化社上田です。どうぞよろしくお願いします。第一電化社は今までエスプレッソのマシンを販売するということをメインにやってきたんですけども、2019年に焙煎場を建てまして、お客様の味のサポートであったり、トレーニングのサポートであったり、コーヒーに関するあらゆるお困りごとに対応させていただけるような会社を目指して少しずつ変わってきております。来年度もまた大きな仕掛けをいくつか用意しておりますので、また楽しみにしておいてください。ありがとうございます。はい、というメンバーで今週で今後お送りしまいますので、よろしくお願いします。はい、上田です。おはようございます。昨日も大変、多くのお客様にご来場いただきましてありがとうございます。本日も、2日目、そして明日3日目と、ブース盛り上げていきますんで、よろしくお願いします。いただきます。あっつ結構ぬるめめっちゃ熱いやん。